聞くほぼ日。水野圭也です。子育て本を100冊読んだのに正解が分からなくて泣いてます。最近この話は適切か分かんないですけど、なんか娘の警備員のおじさんがいるんですよ。この警備員のおじさん僕めちゃくちゃすごいと思ってて、何がすごいかっていうと、じゃんけんをするんですよ小学生たちと。でいっつも同じものを出すんですよ。だから負け続けるんですけど、それがねパワーなんですよ。なんか良くないですか。なんかグーじゃなくてパーなんですよ、うん、常にパーを出すっていうのは、なんかこうなグーってこう閉じてるじゃないですか。なんかパーを出してる、なんかこの人すげえ僕いいなって。あの学校の前にちょっとした警備員室みたいな でそのおじさんがなんかこのクリスマスの時期にこのペタペタ貼れるシールみたいなのをちょっと貼ってるんですよね、その警備室に。でそれをうちの娘は欲しい欲しいって言うと、いや実はあるんだよと。でそのシールを出してくれたんですけど、それの娘は一番大きなクリスマスツリーをもらってたんですよ。僕はその現場じゃないですよ。だから持ってきたんですよ。でも俺は学校とか持ってっちゃいけないやつだよねみたいな。で明くる日ですよ、その警備員さんの室の前に通って、ちょっと仲いいんで、でわーみたいな感じで、でこれまたちょうだいみたいなこと言い出して、そしたら警備員のおじさんがこう、あいいよいいよ内緒だよみたいな感じで来て、それでその一番大きなのがクリスマスツリーなんですよ。あとはもう月とかちっちゃいのがあるんですけど、うちの娘がクリスマスツリーを指定したんですよ。いやお前昨日ももらっとるやんけと。で一番大きなやつなんですよ。もうメインディッシュなんですよ。それを2つで独占するんかいと思ったんですよ親として。でもそれをやめろとも言えなくて、いやあの子供にもうこれはもう変な言い方だけど、これ最大の友人としてのアドバイスとしてこれはこのクリスマスツリーは他の子がもらえる可能性があるから、君は違うのにした方がいいんじゃないかなって言ったんですよ。そしたらその警備員のおじさんが、でも本当に欲しいのどれなのと。もうね、自分で決めれる年なんだから、いいよ、好きなの。つって、そしたら娘が迷って、クリスマスツリーにしたんですよ。で、クリスマスツリーにこもって、でも考え、その公園に行く帰り道で、でもな、あの警備員のおじさんめっちゃいい人だし、俺の知らない全てを見通してるのかもしれないみたいな。いやこれでよかったのだ、クリスマスツリー2個でよかったのだみたいな。で工藤さんの話を聞いたら、自己決定さしてるなみたいな。これはクリスマスツリーで。でもね、なんか最後言いたくなって、もしかして警備員のおじさん、君が1日前にクリスマスツリー撮ったの忘れてないみたいな。そんなちょっと謎の皮肉を言っちゃうみたいな。そんなめっちゃちっちゃな、すいません、なんか教育の話してたのにもうめちゃくちゃちっちゃい例の、はい、いやでもこれなんか思い出に残りそう、はい、うん、将来にわたって覚えてんじゃないですか。いやそうですよね、うん、いやでもなんか自己決定の話を聞いて、いやよかったのかなって、最後ねやっぱね迷いながら一番いいの取ってくんすよね、うん、もう僕の例と工藤さんの例のこの乖離が。でもいやすごくやっぱりこの言語化理論化と、なんかこのある種工藤さんはもしかしたらそうじゃないっていうかもしれないですけど、ちょっと人情の部分というか、結構僕はこう今お話しさせていただいてすごい揺れ動いてる方で、両方やっぱ持ってる人なんだなっていう、うん、あ僕ですか。そうです。あ、人情派だっていうか、もともとは感情で動くタイプだと思いますよ、普段は、うん、普段はそうだけど仕事をする時だけスイッチを入れてるみたいな。そうですよね、両方、はい、本当はその人情な人になってもらいたいっていうのは、実はこれはね、最後僕が本当に子供に関して思うのは、僕はその勉強めちゃくちゃやらされて、いい大学行けって言われて、いろんな、まあ、いわゆる一流企業の人たちとかいい大学の人らと会ってきた時に、一番やっぱ気になったのが、優しさが欠けてる人が結構いて、現状の受験システムで優しさを測ってないってことにめちゃくちゃ僕の中では嫌で、だからこう優しさを育ってないってことは、でもこの子が自立という意味では優しさは手段かもしれないじゃないですか。その優しくない、それこそ全員一人も残らず置き去りしないっていう性格じゃなかったとしても生きていく、それがさっき人類とおっしゃいました、もうすごい長い人類の歴史の中では、今僕らが愛というものを大事にしている位置
時代であって、もしか人のパンを奪うやつが最後生き残ってないと思う。いや、まあそれもまた、じゃあ人類の歴史からいくと、まあ逆エビデンスもあるんですけど、それはもう僕はでも分かんないと思ってるんですよ。やっぱり昆虫見ててもめちゃくちゃ殺しちゃってるし、でもそれが悪いとも思わないし、だからそういう意味では僕最後のこだわりはやっぱこの優しさを持ってもらいたいなと。でもそう、でも教えても上からは絶対ダメなんで、最近本当にそのベビーゲートがあるじゃないですか、赤ちゃん、それ僕は普通に行こうとしたんですけど、もうそのままガラガラシャーンって一緒に倒れたんですよ。その時に上の子が大丈夫って言って助けに来てくれたんですよ。で、ああもうお前は俺のヒーローだみたいなでもその時やっぱり嬉しそうにしてて、なんかこういうので育っていくのかなとか、だからさっきの話に戻ると、なんか土台というか土壌というかいい土で あるべきだというか、何か上からというよりも発掘して、まあそうですね、そこを踏み台にして何かいろんな経験ができるような土壌になるのがいい親なのかなみたいな。あ、それいい親のいろいろいい学校について質問させていただいたじゃないですか、うん、いい親ってどんな親ですか。いい親か、はい、でもいろんな親御さん見てきてらっしゃると思うんですよね。あ、でもこの親御さんのお子さんは幸せになりそうだなというのは、まあ、難しいと思うんですけど、うん、いい親、いい親ね、分かんないですね。いい親っていうのはなんかいい生き方してるのかなと思うんですけど、うん、じゃあ僕がいい生き方してるのかなって言われると、そんなに自分の時間もなく生活してて大丈夫なのっていうふうに多分息子たちには見られてたんだろうなと思って、今息子たちはめちゃくちゃ家族を大事にしてるんですね、はいはいはい、で家族の時間をすごく持ってるんですよ、うん、まあはい、でそれはきっと僕が付き合ってなかったからだなって。なるほど。なんか生き方としても僕はすごくいいバランスで生きてるなってこう自分の二人の息子を思うんですけど、僕からダメな人間だと思われてんじゃないかっていうふうに思ってるのが伝わっていくんですよ。ああ、なるほど、うん、なるほど。つまり俺はそんなに親父ほど社会のために生きてないよってみたいな。あ、なるほど。なんかそう思わせてるのが、ああ、いや物語は続いていきますね、うん、本当に終わりない映画ですね。いや、なるほど、ね、なんかそういう劣等感みたいなものを持って生きてんだろうなっていうのが時々わかるんですよね、うん、俺はいや親父のようには生きれないよってみたいな、うんうんうん、それは批判じゃなくて、うん、うん、なんかもっと人のために生きろって言われてんじゃないのって、いや人のために生きてるよって言っても伝わらないっていうかね、はいはいはい、すごいと思うよ本当に。あのめったにない時にこう言ったりするんですけどね、あのなんか劣等感持ってんのかなと思うと、いやお前すごいよって、うん、この間もたまたま言ったんですけど、うん、ちょっと勇気持って、はい、なんかあのそう思ってるんじゃないのってちょっと言われたので、うんうん、かっこいいよっていうことを伝えたんですけど、うん、そういうのも重荷になるかなとかね。いやーでも素晴らしい話ですね。いや僕は今実は子供にめちゃくちゃ時間使ってるんですよ。それなぜかっていうと、ただ使えるという状況に流されてるだけなんですけど、そのあので多分世の中からするといわゆるそのもう育児をやってる父親になってるんですけど、それもなんて言うんでしょう、この子たちにとってどうなのかは分からんなっていつも思ってますね。いつもいる父親で、朝一緒に行ってで夜も必ず一緒にいて、でもこれがこの子たちにとってベストかって、いや全く分かんないですよ本当に。でも今僕工藤さんの話聞いてもう分かんなくていいんじゃねえのっていう、ただその葛藤の中にいることがもう一番大事というか、むしろ分かった、俺はいい育て方したって言い切ることが違うんじゃないかって思いました、うんうん、それは僕も全く今でもそう思ってます、ね、うんうん、まあ無理だなっていう、うんうん、まあ、なんかかっこよさそうな父親とかいますけどね、うん、あのテレビなんかで見れば、うん、きっとすごいんだろうなっていうか、全く関わってない父親像とかでもありますよね、うん、よくね、息子は息子で勝手なことやってるけど、やっぱり背中見て生きてるのかなとか、うん、こういう親子関係もあるのかとかいろいろ思いますけどね、うん、
いずれにしてもあれですもんね、親がどうのこうのやったからって子供がどう育つかって決まってないので、うん、この子 の, その生きていく社会の偶然、うん、その偶然が可能な限りラッキーであってくれってみたいに思うだけで、うん、それは苦しみも含めて、うん、なんかが与えてくれる、偶然が与えてくれる苦しみも、うん、この子の成長のためであってくれとか、うん、苦しみがなかったら成長しないじゃないですか、うん、それは自分の経験の中でもそうだし、うん、そうですね、この子なりに上手に苦しんで乗り越えてやってくれよって、うん、まあ、あとは本当ね、ただただ健康であってくれっていうふうに、うん、年取れば年取るほど、まあ、健康であってくれっていうか、うん、まあ、家族を背負うようになれば家族を守れるように健康であってくれほしいって、うん、まあ、そんなことですもんね、うん、あとはやっぱり楽しむがいいんじゃないですか、うんうん、いやそうっすよね、うん、まあ、このまた宿題ってなるとこの工藤さんとこの宿題の制度みたいな話になっちゃうんですけど、まあ、僕はもうまたいろいろ考えてちょっと娘に宿題をやらせてて、まあ、ちょうどいいなと思ってて、やれないところとやれてるところが、やれてる人にとっては本当に必要ないし難しいんですけど、ちょうどいいなって、でもやっぱりやりたがらない感じで、やりたがってないなと、でその下の子もちょっと公文やらしてるんですけど、なんかやりたがってないなみたいな、でなんかこうちょうどその時にライオンキングのなんか何日か前見て、その白なマタタをこう歌ってたんですけど、なんとなくもう今日はこれ全部白なマタタでいいんじゃないかみたいになってきて、で勉強もクモンもつってこうもうクモンのプリントンバーやって白なマタタって踊ってたらめちゃくちゃ楽しそうしましたからね。白なマタタで行くぜみたいな、はい、じゃあ本当に、いや難しいけど、これ不思議な、本当に答えがないけどすごい正しいというか、うん、いやでもそういう遊び大事だと思いますよ、うん、僕もね、段ボールを集めまくって、はい、家中ダンボールのトンネルを作ったことありますよ、息子たちと、はい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 、トンネルをずっとダンボールで作って、はいはいはい、こう煙突作ってなんかって、はい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 、そういう中、はいはい、秘密基地みたいなものを邪魔なわけですよね、うん、ずっとそんなに広いうちじゃないから、うん、それをしばらく置いといて遊んだりとかした時もあるし、ビデオを初めて買った時、うん、もう時代でビデオカメラがソニーから出たって言ったら、はい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 、ビデオカメラ買ってでそれを使って特撮を作ろうって言って、はいはいはい、その変身をうんぬんとかってやったりとかって、うん、そういうのもたまたまそんなに仕事が忙しくない時には、うん、なんかそんなことやってた時もあるし、うん、とね、ちっちゃいうちはね、かわいいっすよね、うん、ちっちゃいうちはなんとかレンジャーの格好してそれで買い物行くっていうから、うん、フル装備で、うん、で、はい、その息子連れて買い物行ったりとかできますもんね。なるほど、うん、いやそうっすよね、そうやってもういろんな苦楽を共にしていくというでもすぐ離れちゃいますけども、はい、なるほど、はい、そうですね、おっしゃいますよね、本当わずかですよね、これみんな言うんですよね、でも本当逆にみんな結構僕のことが好きでわーって寄ってくるんで、もう早くちょっと離れてくんないかなみたいなみんなそう、みんなすぐ離れるから今のうちだよとか言いながら、もううわーもうしんどいなみたいなのもありますけど、そうなんでしょうね。いやでも本当にその工藤さんの本の中でさっきもおっしゃったんですけど、制服を今頑張って変えてもあなたたちはその制度の恩恵を受けられないというか、制度というか、それってめちゃくちゃ大事だなと思って、なんか僕持続可能性って結局次来る人のことを考えるっていうだけなんじゃないかなと。環境問題でも結局この地球を僕らは生活して出てくわけで、これ一個の学校だとしたら次にこう入学してくる子供たちがいて、その子のためたちのためにちゃんとしとくというか、はい、っていうことですよね、本当、ね、次来る人のことを、うんうん、だ自分のために何かするんだったらやらされることって大体やりたくないですよね、うん、だから学校で自分のためなんだからって言って、うん、例えば運動会が終わった後に、うん、感想かけて作文かけて、うん、この出来事の思い出をかけて言われることって、うん、普通の学校よくあるじゃないですか、うん、大きなお世話だよなと思いますよね、うんうん、なんでこの運動会をあなたに僕は作文として出して提出して、うんうんうん、あなたを感動させるためにこの作文を書くのかって、うん、いや自分を振り返って書けって大きなお世話だよって、うん、
俺は俺で振り返ってるものを、うん、なんでお前に影って言わなきゃいけないんだって、うん、真面目に考えればこれが教育であって、うん、でもそれをさせて、で子どもたちはどう考えるかというと、うん、いい作文書いたなって言われることを忖度して書くわけじゃないですか。そうですね。だから建前の文章になっていくっていうことになりますよ、はいはい、で感動したとか、うん、こうで大した感動もしないものをわざわざ感動体験にして嘘ついて書くわけじゃないですか、うん、これは何の教育でもないですもんね、うん、でももしこれを例えば中学校1年生の子供がこの作文を小学校6年生に送るぞって、うん、で小学校6年生にうちの学校の中学1年生の運動会がどんだけ楽しいかを君が想像する小学校6年生を想像して、でその子のために書けようって言われたら書くかもしれないじゃないですか、うん、でそれもピンポイントで誰に渡すって決まってれば、うんうん、もっと書くかもしれないですよね、うん、この子にとって楽しいって思いをさせるための作文書いてくれるかいって、うん、これは量じゃないよって、うん、絵描いてもいいし何でもいいし、うちの運動会はこんなに楽しいってことを伝えるためにこの作文書いて、うん、つまり自分のためだったら学びはそんなにやらないけど、うん、自分の好きなやつはやらないけど、うん、人のためにだったら学びってできるんですよね、うん、だ学校っていう場所は人のためになんかなるよっていう構図を作ってあげると子供は勝手に動くんですよ。だ学校説明会も今僕らの学校説明会って保護者向けには僕ら大人がやるんですけど、うん、最近は小学校6年生向けには小学、うん、中学の子どもたちがプレゼンやってるんですね、うん、いや君らが楽しいって学校紹介すればいいじゃんって、うんうんうん、で僕らは大人にやる、うん、ちょっと中には大人の中に僕の話を聞かせたいから、うん、で僕の話を聞きたいって息子がいるから大丈夫ですかって言って、うん、どうぞどうぞって言って、うん、僕の話を真剣に聞いてる小学生がそこら中にいるんですよ。でそれも未来の話が僕するわけですね、うん、こんな生き方がいいってみたいな話を、うんうんうん、子供が本当に真剣に聞いて、うん、その後僕に質問するんですよ、うん、ここうちに入ろうとする、うん、でそういうのを見てるとあやっぱりあこの子も小学校も6年生だけどあまだ6年生だけどあ教育に疑問を持ってるんだっていう、うんうんうん、まあそういう子がなんか増えてるのも、うん、なんか今の時代だなというか人のために勉強ができるっていうのと、うんまあ、だから、まあ、学校はそうならなきゃいけないんじゃないですかね、うんはい、最近なんか新潟の少年院にちょっと行ったんですけど、その少年院でそのビブリオバトルっていう本をこのプレゼンするっていうのを初めて取り入れてて、でたまたまそれで僕の夢を叶える像がなんか1位取ったらしいんですよ。で来てくれって言われて、でそのビブリオバトル見るんですけど、やっぱりこの、まあ、スピーチですよね、これがね本当に本音で語るんですよ。素晴らしいなと思って。でも違う少年院ではなんか読書感想文の大声大会みたいになってて、これはみたいな、あこれ確かに全然、まあ、全然違いますよ、全然違いますよ。もう一番分かりやすい例ですね、うん、読書感想文とビブリオバトルは全く違いますよね、うん、でビブリオバトルなんですよね、はい、いや本当にそうなんですよ、うん、だ日本の国語教育の最大の問題点は、うん、その書いたものをどう読解するかってみたいなことの授業がほとんどで、うんうんうん、そうじゃなくて伝えたこと、うん、伝えた言葉が人によってどんな風に感じ取られるかっていう想像力を養う、うんうんうん、つまり伝える力を高めるっていうところに国語教育が、うん、これからの国語教育が なきゃいけないのに、うん、相変わらず読解力を高めようって言って本読めとか新聞読めとかって言われてるから、いや確かにそうっすね。だから伝わらなかったら伝えの読解するやつが悪い、うんうんうん、俺はちゃんと伝えたけど、いやあいつはちゃんと理解できない、あいつの能力が低いんだってみたいに思う人が多いわけですよ、うん、そうじゃなくて誰に対してどんな言葉を使ったらどんなふうに伝わるかの想像力を高めていこうっていう教育をもし子どもの頃から続けていったら、うん、全然違う子どもたちが育ちますよね、うん、いや本当そうですね、まあ、本当シンプルにあと生き生きしてるんですよね、うん、本当に、うん、いや変わりますね、変わりますよ、はい、変わりますね、変わります、うん、だって魅力ありますもん、はい、いやありがとうございました。本当になんかいろんな、はい、お話が聞けて、ありがとうございました。本当楽しかったです、はい、いやこちらこそめちゃくちゃ楽しかったです。1分間の感想のコーナー、いや話を終えてみてすごく魅力的な方だなと思いました。校長先生としてこの日本の教育をねどんどん変えていくっていう顔と、もう父親としてのすごい優しい
両方を併せ持つというか、やっぱりすごく僕が印象に残ってるのは、あのお子さんとの関係の話をした時に、今もまだ悩んでるというか答えが出たわけじゃないし、もちろんこれからもいろんなことが起きていくし、それがすごく僕のなんか安心でもありながら、なんかすごく正しい姿といったらあれですけど、これでこうで正解ってことはもうないんだなと。やっぱり子供とこう対面していろいろ教育していくってことは、ある種ケースバイケースたち状況によって変わっていくし、でもそっから逃げないっていうか、そこでいつもちょっと悩み続けながら一番の最適な答えを求め続けるという姿勢が子育ての一番大事なことなのかなっていうのを改めて感じさせられました。本当にありがとうございました。聞くほぼ日。